はい、皆さんごきげんよう。どうも隊長です。今日はね、シージージージーっていう方のツイートを見てですね、ちょっとこれ気になったので皆さんに紹介します。それがですね、まあみんな大好きグリム、まあレインボーシックスシージの中でも本当に一番弱いんじゃないかって言われてるぐらいのあのオペレーターなんですけど、こちらがなんとイヤー8でリワークされるんじゃないかということでですね、話していきたいと思います。まあリワークされることが多分もう決定されてるんですかね。じゃあね、そんなグリム何が弱いのっていう話をまあ以前にしたんですけど、まあもう一回ね、これ皆さんに見したいと思います。で、まあこの CGGG っていう方のもちろんね、ツイートというかサイトからね見てもいいんですけど、まあ僕の意見を今回言いたいと思います。まあ多分ね、同じようなこと書いてあるのかもしれないですけど、やっぱり使い勝手の悪いガジェットですね。このランチャーね、このランチャーを使用するときにやっぱりね、単純にガジェットを使う際にね、打ち込む、ランチャーを打ち込むときにピークされちゃってね、まあそれで殺されちゃうみたいなことがあるんですよね。なので、まあ俺的に、まあもし改善するのであれば、まあ IQ みたいな感じで、ランチャーとね、ハンドガン、まあセカンダリーを持って、打つことができたりとか、まあガジェットと自分自身がこう、合体してるような形、そうすればね、まあ割と使いやすくなるんじゃないかなと思います。で、もう一つあって、ガジェット打ち込んでから、敵をね、探知するスピードもね、僕ちょっと問題があるかなと思って、例えばゾフィアっていうオペレーターいますよね。敵がいるところにね、コンカッション打つと、もう即座に反応しますよね。それが大事なんですよ。グリムは少し時間があります。その点がね、改善されたら、まあより使いやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、あとは単純にね、コマンド。これめっちゃ今強いんだけど、まあなんでかっていうと、バイルスサイトがつきましたよね。拡張バレルのね、強化も来ました。なので結構強いんですけど、まあなんかサブウェポンね、11とかあったら結構強いんじゃないの？まあフラグもね、だいぶ没収されちゃって、今、イアナとスレッチとノック、ヌック、この3つぐらいだよね、ちゃんと使えそうなフラグオペ。グラズいるんだけど、あんまり実用的ではないと。なので、まあちょっとね、なんかフラグオペもう一つあってもらえいいと思うんだけどね。割と使いづらい。まあスレッチもスレッチでね、足遅いんですよね。だけどやっぱ今ピック率結構まあ多分上位の方に来てると思うんで、まあそれなんでかって言ってやっぱフラグなんですよ。まあスレッチというオペレーターの能力もあるんだけど、まあ大抵はイヤナをピックされるのもフラグだと思うし、まあ最近はランクでね、ヌックとかバンされちゃうと、まあ本当にフラグオペ2つぐらいしかね、使えるオペいなくなっちゃうんで、まあセカンダリーウェポンだったりとか、まあサブガジェットの変更とかも考えられますよね。まあ皆さんのね、グリムについての意見もちょっとお待ちしております。ってことでね、今回の動画はこれで終わりたいなと思います。チャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。この後ね、クリップ適当に載せておくんで、見たかったら見てください。ごきげんよう。今やった。図書館やな。三万ピンね。三万ピンやな。三万。もう最悪、はぁ？了解。二人いる。おぬす。あと後ろにドローンあるよ、ね、ごめん、サンルベーカリー10、スモーベの外も来たわ。音入ってるよ、危なっ。ナイス。俺、目の前もう来てるよ。ヌクどこ？ナイス。ヌクやった、ヌクやった。1カメ、1カメ、1カメヌクやったよ。マニアいるな、これ。スモーベと1カメからキッチで来てるんだよね。え、出してないよ、そんな。入った。わ、決めちゃだ。え、もうレートの割れてんの？ベーカリーワン、ベーカリーワン。どっから入ったの？ベーカリーワン入ったら分かる。ベーカリー入ったら分かるわ。あ、オッケー。ベーカリー入った、ベーカリー入った。体調の方めっちゃピークしてる。入ってるよ。ナイス。近め？年やった。どこってどこ？
現地入った現地入った。ベッドナイス。強っ。ナイス。下のパラスやった。あー盾。S 割れぽ、 S 割れぽ。S 割れぽね。S 割れぽんとこ。大丈夫、寄れん。割れぽやってよ。裏来てるわ。他やった、あれ裏裏裏。カメラないなんか。コウさん裏ね、ワインセロ。ワイン。あ、待って、遊びちゃう遊びち。了解。記念にワン、記念にワン。記念やった。ワインセロにビリってね。今度ミラなしか、ミラなし。入っていいよ、入っていいよ、そしたら。ビリってる、ビリってる。裏ジャブ貼っといた、全部。オッケー。さっちゃおう。まあ、そのブラウンドはやばい。カプカンあるからね。カプカンだけ気をつけてね。さっちゃおう。あれ、どこ行った？この有刺鉄線壊しなよ。なるほど。あるよ。目の前にいるやつやってるそいつ。で、あのクレモンかなんか置いて。1枚やった。おい、でかいよ。あと2枚だよ。裏は見とけよ。はい、ナイス、詰めていくよ。ゲンチ。あー、ワインセラ裏、ワインセラ裏、花裏、ワインセラ裏。いや、L 字まで引いてる、白通路。The diffuser has been recovered。